井上週1月6日から1963年7月19日は、日本の家政学者、教育家、日本女子大学校初の女性校長。1875年1月6日、兵庫県ひかみ郡戦場村に生まれる。10歳で、表情郡拡張村組合立、ひかみ高等小学校に入学。在学中に、 教師から女に学問はいらないというのは古い考え方である。これからは女子も大いに勉強して国家に尽くす人にならなければいけないと言われる。15歳で京都府高等女学校に進学する。同校の寮で広岡朝子の娘、亀子と同室になった縁で広岡家が営む大阪の校長、鹿島役右門家にも出入りするようになる。広岡が仕事で出張するときには、 中も同行し、ウルノ単行の監督のために赴いた福岡にも同行していた。1895年、弟が亡くなったことから家督を継ぐため、足立マサジを婿養子に取り結婚する。1899年、長女、井上志ナを出産。1901年、広岡朝子の勧めにより、日本女子大学校に第一期生として入学。 学生寮の寮官に任命され、学生を束ねる立場となる。卒業時には、同校の卒業生組織、欧風会の幹事長に就任。さらには、疲労科の勧めもあって、家政学を研究するために、米国へ留学する。1910年、日本女子大学校の家政学部教授に就任し、日本での家政学確率、同校の発展に力を尽くす。 1931年、日本女子大学校の第四代校長に就任し、同校の創立者で恩師でもある、ナルセ二蔵の、ゆくゆくは男性でなく、女性に、それも外部からではなく、本学出身者に校長となってほしいという言葉を実現した。戦後の1946年、公職追放を受けて、日本女子大学校校長を退任。 1950年10月13日、公職追放解除の閣議決定を受ける。1956年、小田原女子学院院長就任。1957年、小田原女子学院短期大学学長就任。1963年7月19日、永民。去年88歳。ありがとうございます。